今日はですね、夕方からですね、彼岸ごもりというものが地区の行事でございまして、それをちょっと行いに行きたいと思います。彼岸はね、わかりますけども、彼岸ごもりって初めて聞くので、どんな感じなのかちょっと楽しみでございますが、皆さんに彼岸ごもりをお届けしたいなと思いますので、ぜひご覧ください。それでは行っていきましょう。すごいね、銀杏いっぱい。その時のね、はい、あの会ったことがなんか書いて、当番の人出て中身入れて、次の人に渡すの。モグラさんの中に書いてある記事の一番古かった明治時代ぐらいでしたかね。え、でもそんな古い明治ぐらいの、ずっとね書いて取ってあります。あの中に書いてあります。すげえ。なんかな、まあ、ここでの出来事なんかをね、いろいろ書いてある。あ、そうなんですね。だから昔のを見ると、この辺が大水害に遭ったとかね、火事があった、中丸が大火事だったとか書いてありますね。中丸がすごい大火事だった。今度は用意してあるね。ねえ、珍しい。いやー、すごい。で、これ鶴渡しっていう、そう、へえ。通通通ね。あ、通うのあの通ですか。でしょうね。私そんな思ってるけど。ああ、でもそんな感じしますね。ね、なんかこう通していくみんなで繋いでいく。人に渡す。だからね、あの田舎は田舎の良さのあるとよ。うん。ね、あのほらこんなね、こんな行事でさ楽しんでね、はい、いいじゃん。うん、ね。町はそんなこんなかろう。ないですね。ないない。ないないない。田舎はまた田舎の良さがあるとよ。こうやってみんなでね。ということでございまして、今日は彼岸ごもりでございました。通渡しというものは昔からあるやつらしいですね。すごく由緒あるものだそうです。なんかこうやって歴史を紡いでいるという行事があるっていうのは、やっぱりちょっと勉強になりますね。本来は、まだ中で薪を焚いて、皆さんご飯食べるということなんですけども、今日はやっぱりコロナの状況で、少しだけ皆さんとお話をしてお参りをしてという感じでございました。またこうやってコロナが明けたら、皆さんと一緒にここご飯が食べれるのを楽しみにしておきましょう。ということで、今日は彼岸ごもりでございました。皆さんありがとうございました。さようなら。